この日は、恩納村の方に車を走らせてドライブに行ってきました。恩納村は北部や南部に行くまででもない、ただちょっと観光気分を味わうっていう時にたまにドライブに行くんだけど、この日もねちょっと台風が近くにいて、本当の狙ってるんで、なんか毎週末台風の影響あるんだけど、とりあえずシーサイドドライブインでお昼ご飯を食べました。ということで今日は恩納村の方ドライブ太郎と来ています。シーサイドレストランに、ランチに来ました。結構混んで、さっきまで人がすごい並んでたけど、あのテイクアウトのところも中も並んでたんだけど、今はちょっと空いています。今回は、シーサイドサンドに、名物のスープと、あとハンバーガーを食べました。何だっけ？タコスボール。タコスボール。美味しいじゃん。タコスのコロッケみたいなやつだ。こっちは海が見えます。ちゃんとさ、ガラスのコップなの嬉しいね。なんか前さ、ドライブで来てカップで買った時よりも美味しく感じる。気のせいかな。シーサイドサンド、ホットサンド、ホットサンド、トーストサンド、トーストサンド。タロポケモンしに行っちゃった。タロいつもねゲームばっかりやってるから、こうやってさ、ご飯食べててさ、一緒に食べててもさ、なんかフラーって消えてゲームしに行っちゃうわけ。昔から若い時はそれでなんか大喧嘩になったこともあるんだけど、大喧嘩っていうか一方的にこっちから怒ってきてるだけなんだけど、太郎はね何を怒られてるのか多分理解できないんだはず。今も全然どうぞどうぞっていう、ゲームですか、行ってらっしゃいっていう感じなんだけど、B 型マイペース同士だから、なんかあ、そうなん、そういうもんなんだなって思っちゃえばもうなんともないことが世の中にはたくさんあるっていうことを学んだ。今日は台風、また台風で毎週毎週台風来てんだけど、ポケモン色違い出た。また回し回し台風来てるけど、何でその週末狙ってくるのかね。あそこでさ、あそこ閉まってなんかさ、鳥鳥になってもらって、これな反応した。美味しかった。ステーキさんの美味しかった。美味しかった。しました。こちらは、シーサイドドライブインの裏手にある海で、窓から見える海ですね。台風っぽくないけど風はまずまずありました。でここから恩納の駅、道の駅に行ってみます。恩納の駅は恩納村来たらよく立ち寄ります。ということで恩納の駅に着きました。恩納の駅はたまに太郎と来てかき氷を大体食べるんだけど、今日はちょっとどうしようかな、かき氷食べようかな、ちょっと分かんないけど行ってきます。最初沖縄来て恩納の駅って聞いた時に、恩納の駅って解釈してて耳から入ったから、なんかね陰微な世界をね想像したんだよね。でここに来たらほぼ 100% リューピンのかき氷、他はねほぼ食べないかな。イカスミのおにぎりとかサーターアンダギーとかね美味しそうなのね。で野菜や果物もあるからいつもチェックして、その時々で何か買うっていう感じで、県産のものもあるし県外のものもある。はい、皆さんビビキちゃんの試食ですね。どれが甘いとかあるんですか？黄色の方が甘いってわけじゃなくて、ではないね。え、結構ちょっと小さめの方が、小玉の方が、こういう大きいよりは大
きなのじゃあちょっとこれにしようかな。500円で安か？これ美味しいはず。あ、ちょっと100円だって。かけありパイナップル。これパイナップル。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。はい。フローズンマンゴーで、こっちが生のマンゴーです。はい。しないですか？お作りしますか？パイナップルです。赤いドラゴンフルーツ乗せていきます。最後がパッションフルーツですね。はい。はい。お待たせしました。生マンゴー側にスプーンさしてますね。はい、ございます。はい、いただきます。今日はかき氷をいつも2人1個ずつ食べるんだけど、今日ちょっと寒いから、寒い？寒くないけど2人でシェアします。すごい、こんな、マンゴーとパイナップルとドラゴンフルーツとパッションフルーツ、うん、今食べるのをチェンジして太郎が食べてるところ。こっち側のマンゴーがフレッシュ、そっちがフローズン。すごい数だね。さっき買ったパイン100円、かき氷の順番が回ってきた。マンゴー、パイナップル、ドラゴンフルーツ。映らない、こっち側にあるから。パッションフルーツはもう太郎はどん食べたからなくなっちゃった。すごい冷たい、心臓が冷たい。あとさっき買った青切りみかん、青切りみかんって沖縄だよ、だけだよこういう言い方すんの。あれもそうかな、なんかシーズン前にさ青いみかんよく出るじゃん、内地。あれもそうかな。いいの、また回ってきた、また順番が回ってきた。最後のマンゴー食べちゃうよ。そして帰り品にカデナの道の駅に寄りました。ここもね、地味だけどたまに寄るところ。恩納村から戻ってきて、カデナの今カデナの道の駅に来ています。すごい、髪ぐちゃぐちゃも台風で風が強くてかな、すごい。もうあんまり気にせず、もうボサボサだけど気にせずにこのまま展望台行きます。こんな感じでカデナ基地が一望できます。カデナ基地。ハンバーガーを一つください。チーズない方で。うん、チーズない方で。ハンドドリップのホットもらってもいいですか？ハンドドリップのホット、はい、ありがとうございます。少々お待ちください。はい、月に出店している、コーヒー屋さんでコーヒーを頼みました。はい、ホットコーヒーですね。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ハンバーガーは、ハンバーガーはこんな感じ。シンプルなハンバーガーです。さっきハンバーガー食べたらまたハンバーガーだったんじゃない？こんな感じ、こんな感じのハンバーガー。タロはね、チーズバーガー。いただきます。